茶碗のお店になるらしいんですけど、片谷さんとはですね、実は僕ら船橋のカフェを話すのでよく接触したメンバーなんですけども、片谷さんも職場にいらっしゃって、でこちらがオープン、10月1日にオープンということで、次に行かなきゃいけないというふうに思っていましたら、なんかレギュラーメンバーが集まってるということで、Sitting in his nowhere land, waking up in his nowhere land, nowhere. As a hard point of view, knows that making roads is a genius.
と、ドラムゆうき、ゲストで坂本さん、ありがとうございました。